巨人のポーカー賭博で逮捕された選手が謝罪会見でトランプ柄のセーターを着ていた。オコエ選手はサインを求められた時、やべえジャイアンツの綴りがわからねえと言った。巨人はドラフト会議の前日に江川卓と入団契約を結んだ。巨人は野球賭博問題で捕まった選手が複数人いる。巨人は茶髪や入れ墨が一切禁止されている。巨人は定刻の30分前には集合しなければならないというジャイアンツタイムが存在している。巨人は登録名は本名でなければならず、愛称での登録名が禁止されている。巨人軍の選手たちは移動の際はスーツとネクタイの着用が義務付けられている。巨人はバウアーを獲得しなかった理由を巨人はそこを重視だからと言っている。しかしネット上では坂本中田オコエはどうなるんだと言われている。